いろんなところから自分の伸びしろを見つけて、皆さんに勇気と感動を与えていけるように、また自分のために頑張っていきます。優勝直後の気持ちからもっとこう前向きというか気持ちの変化というのはなんかやっぱり出てますか？まあ、そうですね、ある程度こう把握してた以上 の、 そのなんか反応と皆さんの反応とすごいことをやったなとこう思えるのが、今回の節分とかまたトレーニングの発表というか、あのメディアの方を呼んでトレーニングをするっていう環境の中トレーニングさせていただいたんですけども、思った以上のメディアの方で、そこは把握できずに、戸惑った部分もありましただけども初優勝に、それが日本人10年ぶりというのが重しが乗っかかってきたことも事実ですし、だからこそ、たくさんメディアの前に出て相撲の楽しさや奥深さ、またあの年齢層も超えて多くの人に興味を持ってもらうように、なるべく出るように努力はしています。春場所に向けてどんな決意を思いでしょうか？はい、今が本当に相撲道に関して言えば一番楽しくて、いろんなことを発見できている今です。なのでこれからもっともっといろんなところから吸収して、いろんなところから自分の伸びしろを見つけて、これからももっともっと精進していき、皆さんに勇気と感動を与えていけるように、また自分のために頑張っていきます。